愛かったし、白い髪のなんかエイポーペーパーみたい感じのゆかだったね。幸せだったね、あの時。いや、もう緊張ですね、もちろん。まあまあ、結構興奮。手と手こうなったらもう熱いんじゃん。もうでもお互いにちょっとなんか触んない方がいいと思うな。まあまあ前はね、そんな1年だって頑張って熱いのに、熱いけど頑張ってなんか手をつなげても汗バクバクなのにね、あの時もなんか頑張ってやんの。なんかあの時はあの時のあれがあって今の時はだから、それまあ年齢をよってまたなんか違う、それがおもろいと思います。なんかね、うん、I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now.付き合ってばかり時はもう何でもあげました。でも今は無理、私も寒いもん。しかも自分も結構あのちゃんと服着てこいよ、そんなんやったら。でも好きです。 I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city screaming when I 知ってません、知らない、そんなこと。いつも間違ってるからいいかわ。まあ前はなんかあの、すみません何してんのとか、会いたいよとか多かったので、でも今はなんか、ティッシュ持ってこいとか、寒いとか、まあまあそういうのが多くなったね。だから、言葉が、違うだけだよ。愛は感じる。ゆか何食べたいの今日？何食べる？すんちゃん食べたい、食べよ。何でもいいよ。まあ今日は雨降るからラーメンにしようか。しようか。うん。行こう。オッケーオッケー、行こう。逆に私がゆかの方のゆかのことを気にして、あのゆかが好きなのやつをとりあえず私が言って。スパゲティどうって言ったらゆかがちょっと好き、ああいい子ってなったら、まあそんな感じで言ったんですね。あの何食べたいんですか。すんちゃんは、私はスパゲティは、うん、あのラーメン麺は嫌い、俺も嫌い。あのジャジャン麺はうん臭い臭い。あの中華よりはやっぱり太るんだね、太る太る。新鮮のないかな。か韓国よりはどうかな。寿司食べに行こう。行こう。寿司。毎日が苦しいですよ。毎日お昼時間だったらゆかが何食べたいか、それが毎日の宿題です。男頑張って。写真撮ろう。いいね。せーの。はい、いいね。いやいや。オッケー。写真撮りましょう。無理。撮ろう。無理。撮ろう。無理。すんちゃんやってすんの。なんで？もう。違う。何？もうちょっと上から撮るの。すんちゃん顔。もうちょっと左。いいの？まあ、いいよ。いいの？もう一回。うまい。オッケー。はーい。トイレ行ってくるね。
うん、分かった。はい。行ってらっしゃい。はい。はい、ただいまー。おかえりー。はい、あ、ちょっとトイレ行ってくる。もう一回来る。あー、やった、来た、来た、来た。あー、どうぞ。何してた？うん、何もしてない。分かってましたか？分かってました、それは。もうちゃんとしないの。なんかね、この辺ね、この鼻のここは大事なのに、いつもこの辺やってないの、床は。だから、逆にしてない方がもっと自然、なんか早く直して、でもここでもちゃんとないこうやってちょっと中までこうやってやらなきゃ、こう開けたらと思った。はい。何？何？なんかついてるよ。直した方がいいかな、化粧は。まあちょっと直した方がいいと思う。なんかいつも唇なんか朝塗って出たら、お昼ご飯食べるとき一緒に食べるから、その次はもうほぼないんですね。そうですね、して床が寝たら頑張って10分ぐらいで1センチぐらい、ちょっとあと10分後でこう、あと10分後、そのほぼ出た時もというか、うーんってなって、またこう戻したとこもあって、大変だったんですね、あの時は本当に。別今はもうちょっと近くに来ないでほしいです。いやいや、いっぱい もちろん一緒に寝るのは好きだけど、10センチくらいは距離をあってほしいですね。10がなんとなくなんか5だったらなんかちょっと感じるんですね。この子暑いからちょっとなんかちょっとぬるい感じでも、10くらいだったらちょっと安心します。でも一緒に行ってほしいです。生まれたての頃はすごく頑張ってたなって思います。今はもう本当に一緒にいるのが楽で、なんかもう一人の私が一緒にいるみたいで、なので逆に飾らなくなったりとか、本当に楽に親友みたいな感じになったので、いや、5年後の今はまあ前みたいななんかあの A4 期ではないけど、やっぱ髪も5年だったらちょっとぬるくなるんじゃないですか、広く。それと同じですね。ちょっと黄色い A4ペーパーですけど、まあでも好きです。まあそういうとこもあるけど、でもまあもうなかったら、もうゆかがいなかったら思わないんですね、人生。いや、どっちがいいって言わないんですね。どっちも好きです。なんか好きっていうか、もうなんていうか、もう私の人生の一部分になったんですね。だからもう何でもいいんです。
き合いたてか5年後の今かって聞かれたら、私だったら今かなって答えるかなと思います。なぜなら、やっぱりのかな、最初の頃はさ、すごいドキドキとかなんかそういうドキドキ感が多かったけど、それに比べたら今はそういうドキドキがあるかないかって言ったらあんまりないと思うんですけど、でもやっぱり年月が経って一緒にずっといるから本当に家族なのね。なんかもう 何をしても応援してるしみたいな、そういうのがすごくあるので、親友だし、さっきも言ったように、なので圧倒的に今の方が好きだなと思います。はい、皆さん、それでは楽しんでいただけたでしょうか。今回はちょっといつもと違う試みをしてみて、ちょっと演技まではいかないけど、演技みたいなのこととか、あといろんなアングルで撮ってみたりとか、あとこういうふうにインタビュー形式にしてみたりとかっていうふうに工夫をたくさんしてみました。なので楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんなあるあるとかなんかの違いとかっていう動画をどんどん作っていけたらなと思います。それでは今日も見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。アニョン。アフロコ？それ言ってんの？なんで本当にやんの？いや、だってやん。言わなきゃ。